れ、ひろきさん、階段にいますね。と思いのあなた、正解でございます。正解です。正解でした。こんにちは、ひろきです。今ですね、ちょっと階段、今タワーマンションに住んでて、そこの階段をですね、こうして降りながら今動画を撮ってるところなんですけれども、今日はですね、何についてお伝えさせていただくかと言いますと、平常心を忘れないということの大切さを、お伝えさせていただきたいなというふうに思いまして、こうして動画を撮ってます。で、これですね、前にも一喜一憂しないっていう、もう4年くらい前に撮った動画でもですね、説明させていただいてる、同じようなことを説明させていただいてるんですけど、やっぱりですね、ビジネスとかで、たまたまというか、こう、うまくいっちゃう時が、結構来るわけですね。で、その時に、やっぱりですね、俺すごいんだみたいな感じになって浮かれてしまうんですね。浮かれる、こう自慢したくなるとか、友達にこうすごいだろうみたいな感じになってですね、たくさんおごりたくなる、っていう気持ちもありますので、っていう気持ちが出てきてしまいますので、そういう時は危ないんですね。なのでそういう時こそ平常心を忘れないでですね、お金の管理とかをしっかりしていただけたら、出費を抑える